私はしなくてもさ、誰か絶対やってきてるな。地頭がいいから。いやは山畑だから。山畑ずっちゅうマジ寝ずに寝ずに勉強しちゃ、こういうの勉強しちゃダメなの。まあ、地頭がいいから。おはようございます。はい、おはようございます。朝礼を始めます。やだ、遅刻しました。あ、え、痛いよ、なにこれ。おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。かわいそう。かわいそう。あの人だよ、いろんなボールペン混ぜて置いておいて。めっちゃ持ってるよね、おさびりぴり。触りたくない。僕の罰だわ、これ。テストでございます。やっとね。わあ、ついに私の。いやー、ダメだって。漢字一番多いね。聞いてきて、漢検4級落ちたことあるからね。え、4級4級だよ。漢検4級落ちた。名前書いていい？はい、名前書いてください。制限時間は10分とさせていただきます。10分。はい、寝るぞ。いや、余裕だろ。よーい、スタート。え、わかんない。カンニングしないでくださいね。横の人のは見ないでください。青山さん、見てないよ。え、これってさ、全部送り仮名まで書くやつ？当たり前です。漢字だけじゃない。きちんと正しく書いてください。はい。うわ、なんだっけ。違う、合ってるかな。霊長類、東京版とかね、決まるかもしれない。クマ、猫、はわかんない。もうわかんない。できたけどわからん。どっちかにしなさい。クマか猫か、どっちかにしなさい。ね、これわかんないよね。私漢字得意、読むの得意なはずなのにさ。難しすぎ。文もいかん気にする、これ。むず。終わったよ。クマネコなんだ、クマネコ。え、ショコラちゃんよりきっと取れてると思う、私。そこだけでも1点多い。漢検4級落ちた。漢検4級落ちるってなかなかない。漢検3級まで持ってるよ。英検3級。英検は3級持っとるわ。ハードゥンって言ってればいいんだから。会話する気持ちがあればいいんだ。全然そういう検定受けてないんだよ。あ、ワープロ検定準2級持ってます。ビリの人はビリビリボールペン。うわ、やだ。はい、終了。はい、手を置いてください。置きました。手を置いてください。手を蹴ってたの。6番目の最後やろ。はい、返してください。採点するの？自分たちでやるの？採点するよ。はい、来た、はい。え、全然、いや、ランが一番点数高い。いや、メアだと思う。結構読めてる。なんでそんなに自信あんの？自信ないな。自信ない。やだ、でも最下位だけはやだ。自信がある人。はい。あれ、途中ふざけてたでしょ。ふざけてないよ。知ってるんだよ、俺。全然ふざけ、結構真面目に書いたけどな。もう一人ちょっとふざけた人いるんですか？バブルとか書いた人。いや、私じゃない。バブルってない。バブミって言う感じないよ。え、ちなみに1位は何点なんですか？全問正解で60点。60問ある。60問あります。のうちの一番上は、一番上は36.5点。やばー、 36.5。 これ先生怒るやつよ。うちのクラスが最下位は一番低いです。群抜いてビリいます。誰ですか？16点。うわ、何点？半分。半分の半分。最下位の自信がある人。それもないけど。でもなんか怖いな。16問しか合ってないって。絶対もっと合ってる。青山ひかるさん。はい、言っていくの。塩に梅と書いて何と読みますか？ええー、恥ずかしい。これは恥ずかしいですよ。いや、これさ、塩梅でしょ？私その時出なくて、うまいっつって。うまい。え、これ塩梅なの？塩梅でしょ。どう考えても塩梅です。煉獄さんになっちゃった。なんでこれをそんなにミスるのかと。でも多分駐車場とかを見てないんだろうね。あ、車乗らないの？木に極めるとか。何と書きますか？結局ランも駐車場で見たことあるって感じだった。月決めです。月決めなんだ。これはもう分かんない。月のマックスってことが違います。あの、月ごとのレンタルの月決めの駐車場とかがあります。月契約ってこと？そう、月契約をする。あー、車乗らないんですよ。すいません。皆さんね、あの、湯が2つにおばあちゃんはね、湯ばあば。湯ばあば。違うなとは分かりつつ。
ズランさん、はい、西に表の島と書いて入り表、これ恥ずかしいよ、入り表じゃないの、西に表の島と書いて、うん、え、あ、島うわー、残念、彼女は入り表と書いてありますここまでよ、入り表、入り表、あれだ、あれだ虫編にあの渦のこっち側に、うん、に牛と書いて下月皆さんなんて書いて読みますか。なんだっけ、バッファロー。かっこよすぎ。牛の方行ったのね。そう、なんか想像したんですよ。ね、虫、虫編って、ね、連想されるものをね。ね、渦の方はちょっと見てなかった、ね。なんかあの外来語みたいなのあるじゃないですか。だから想像して強そうな虫と思って。それが恥ずかしいから、ね、虫からどっか行ったよね。はい、クルスランさん、はい、女に口、女じゃないんだけど女っぽいやつに口に、あ、これじゃない、雨に、あ、これわかんないよ、はい、結露のろですね、うん、はい、なんて読みますか、ニョロニョロ光ニョロ、ニョロ光ニョロ、ニョロとりあえずウロだけ書いていて、いや、あ、結露じゃないんだこれ、惜しいんです、ニャウロニューなの、ニューロ、ジョロです、ジョロ、ジョロ、あ、はい、合ってます、合ってます、ジョロなんだ、普通に読めるように読めてるし、おー、まあ、ジョか、ジョウロ、うわ、すげー、ニョーロまで来て、なんでジョーロにならないのかわかんない、ニョーロ、ジョーって読めなかったんだ、ニョーロ、あ、そうなるよね、いや、やばそう、こう思ったら、やだ、大会やりそう、このユバーバ正解なんすか、ちなみにそれを正解してる人いうかさ、お前ら全員ユバーバじゃないかよ。だから言ったの、正解が分かんない、みんなユバーバじゃないよなって思いながらユバーバって書いた、だったら言ったじゃん、これはユタンポです、ユタンポか、だってキャラクターの名前あるよねって言ったよね、これだよ、ユバーバ、ユタンポってポがおばさんなの、ユバーバはバーバしかない、そうだね、そう、逆なんだよね、ユーバー、ユーバー、もうね、その感じのあれ見ちゃうとユバーバだから、もうユバーバ、海に星と書いて何と読みますか、これは多分私合ってると思うんだけど、何でクラゲ、クラゲ、クラゲ、あ、クラゲだ、あれ人で、人で、あ、今分かった、だって星だ、星だから、クラゲは、あ、海の月だ、あ、海の月だ、なんか違うと思ったんだよ、私もクラゲって書いて、中リーサさんの意味ですね、お里編に古いで、あ、これだ、貝が3つで、なんて書いたか覚えてない、私多分合ってる、なんて書いたでしょう、ランさん、全然覚えてない、なんだろうね、これ、ここら辺をなんかほうれん草で埋めたの覚えてんだけど違うよ、チンゲンサイだ、チンゲンサイで埋めたの、ちなみにあんた、チンゲンサイ2つ書いてどっちも間違えてるから、い、いこ、いこひいき、え、いこひいき、いこひいきです、それはいこひいきです、なんて書いてるの、ミルガイ、ミルガイ、ここの貝で、貝いっぱいあるし、そう、貝っぽいの、ミルガイって言われてみれば、うわ、ちゃんと見れば読めるじゃん、じゃあ、ない花の果実の花、イチジク、イチジク、イチジク、チンゲンサイその1個上は、そう、それわかんない、トウモロコシ、ね、わかんないんだよね、イチジクの上、これ、これ、アスパラガス、アスパラガスなんだ、じゃあ、ランキング予想してください、いや、週間かな、3位ぐらい、なんかまずい気はしてるよ。なんかしてきた。してきた。まずい気がしてきた。まずい気がしてきてはいる。1位。下月部屋。はい。ほら、すごい。やればって点数って何？え、すごいじゃん。三角があるんだね。もうちょっとし、下月さんを敬いたいと思います。はい、お願いします。下月をバカにしてた人たちは。いや、ね、でも36点だけど。まあね。まあでも半分いるけど。ここが問題だと思うよ、ここ。こっからでしょ。次何点？ 23.5 点です。刻む。13点違うよ。はい、ストリップしてる。13点違う。13点違う。はい、第2位。煽りリップしてきた。ここでもう呼ばれておきたい。ここで呼ばれておきたいよね。ね。青山ひかるさん、ありがとうございます、やっぱもうこれ予想通りだわ、ちなみに3位は23点です、あれれれ、じゃあそっちこっち側じゃん、私がここが見せてるんだよね、やだ、はい、最下位クルスランでした、やったやった、え、青海に 0.5 で負けたの、そうだね、で、ね、自信あるって言ってましたよね、答え知りたい、全部、うん、結構やばいね、これいきますか、はい、うん、素人、はい、下行きますね、はい、クロート、はい、大体、大体、大体、合わせ、
革製ね、生地をね、御用達はい、うわ、御用達御用達の人いるんだ御用達御用達御用達とは何か、私に御用達でございますえ、御用達じゃないの御用達でしょ御用達はい、次、発売はい、総裁はい、さて、はい人で人でだはい疾病疾病疾病よかったよ、これ三大疾病とか疾病そうだ、これだ最大疾病疾病って書いてある疾病三大疾病疾病はい、うなずくうなずくうなずくやばい、なんか、何うなずくうなずく湯たんぽ湯たんぽねここ片付けない片付けない片付けないへぇーそういって書いてるそういことごとくごとくできてます、これえ、すごいどやーモンハンで出てくるからねかちまし、アスパラガスチンゲンサイごぼうこれも俺わからん海ぶと、イルカって海ぶといちじくチンゲンサイうどんうどんうどんまんじゅうって書いてほぼみんなまんじゅうって書いてたぶんみんなまんじゅうトッポギはまずいよトッポギね帰れチキンおこぼいけトッポギまがまがしいまがまがしいは書けますよねこれしっかりしっかりしっかりだ惜しいいやあんただけじゃないんですみんなしっかりって書いてないしっかりあー悔しいということで最下位やだうわうるさんやだ自分で蒸すのが嫌だよね。嫌だ。カウントダウンしてね。3、2、1。来ない、来ない、来ない。来なかった。え、来ると思ったのにも来なかった。割とスパッといくんだね。来たわ。ということで、あんまりそんな恥ずかしいからもう。よかったでも。え、もう終わり？うちのは社会とかは？社会。もっとまたやっていこうかな。社会。社会やばい。ちょうど歴史で話した。ちょっと歴史ダメだよ。歴史ダメダメダメ。あんまでかい声で言えないけど、受験の一番大事な時に社会で発展取ってよ。発展。自分がびっくり。はい、漢字テストでございました。はーい、面白かった、ね、面白い勉強。まあ、目あることばかって思ってたやつ見たか地図やったら絶対ダメだよ。いやでも半分以上だからすごい。地理やったら絶対だよ。地理わかんないっすよ。地理やったらダメ、やばいよ。え、だって日本って47都道府県のやつやったら絶対多分。あ、あれホラーって言ったよね。言えないと思う。日本列島の社会やりましょう。じゃあ次回社会は勝てる。次回社会交互期待。はい、ぜひ皆さんも難しい漢字書いてください。書いたいと思う。コメントに書いてください。コメントに難しい漢字を書く。そしたらコピーして調べます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。